今日のジョーチャンネルはガンバ5回も更新しようと思ったんですか、ね、攻撃的なクラブチームだけじゃ面白くない、超がつかないと面白くない。吉勝のあのデビュー頃はとても使えないよねと思ってMVP 度安い人になったけど疑いもないんじゃないかなって。ジョー庄司はすごいなと思いましたよ、日本人のこの若手のストライカー。でも俺褒められたことないよ、一回も西田さんに。いや褒めたと思うよ。いや褒められたことない。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ今回も西野さんに、はい、お話ししていただきたいと思いますけども、はい、何お題は。お題はですね、はい、まあ、J リーグ30周年ですから、はい、まだやめて、そういうのベストイレブンとかなんかやろうとしてるんでしょ。またさ、安易な感じで行こうとしてるんじゃないの。そう西野さんが印象に残った選手、ね、うん、ああそういうの、はい、ポジションごとにね、彼よかったな。ベストイレブン変わんねえじゃねえか。最悪、こういうプロデューサーなんでね、あれですけども。でも西野さんは、やっぱり J で、今までの記録ですか、最長就任して。そうです。ガンバが10年。1クラブで10年やるっていうのは、世界でも5人しかいないんだよね。はい、そうなんですか。で、優秀という意味ではなくって、はい、どんどん、あの、優秀な監督は渡り歩くでしょ、どんどん。でもファーガソンから始まって、はいはい、ベンゲルさんから、うん、シェーファーとか、うん、で自分が5番目にいるから、はい、まあ大阪行って、はい、合わないなと思ったら、はい、継続してこうやってる自分の中で、はい、あ、J の中にも、うん、こういう監督が一人いてもいいなと思って、うん、まあもし、うん、あのクラブが継続してくれるんであれば、うん、あの断らず、はい、いや他行きますっていうことではなくて、はいはい、1クラブで、うん、あのやってもいいかなって思って、うん、4年、5年、6年、7年、10年。え、最初の契約は、じゃあガンバの契約は何年？全部2年5回。2年契約更新5回。うん、はぁ、すごいですね。なんでそんなにガンバそこで5回も更新しようと思ったんですか？ね、普通は、あの、マンネリ化とかなんとかなんだけど、うん、はい、あの上昇しチームって、はい、まあ、ガンバ2002年はもうすごい下位のチームだったんだけど、はい、やっていくうちに良くなってって、うん、まあ、10年でトップ38回だから、はい、そうですよね、優勝1回ですし、はい、まあ、そういう中で選手がどんどん移籍し始めるのよ、うん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 、あの監督は普通よかったら違うチームに、はい、あの行ってもおかしくないっていうのもあるし、うんうんうん、でもガンバの場合やっぱりどんどん優秀な選手が、うん、抜けてっちゃう。抜けていくから、はい、会社が選手の方で怒っていくわけよ。だから毎年こう違う選手編成がだいぶ変わった、うん、去年のだいぶ変わった、主力がいなくなっちゃった、はい、時には大黒と荒尾城って、はい、チームの3分の2ぐらい点取ってたら2人がいなく、もう翌年いなくなっちゃった、はいはいはい、だからそういう意味で新陳代謝が選手の中で怒ってたんで、うん、あのまた翌年も新しいことをしなきゃいけないとか、はいはい、自分が変わって指導者変わってチームを作り直すっていうよりも、うん、自分は変わらずして選手がある程度入れ替わってる中で新しく見れた中でこうやってたかなって思う、うんうん、でもさっき言った得点ほぼ取ってるメンバーが抜けた時ってどうやってじゃあ補強するとか、うん、どうやってこうどういう選手を呼んでくるとか、まあ、いろいろ悩むじゃないですか。監督って基本的に、まあ、フォワード取るときも、まあ、こいつだったら年間10点取れるなとか、まあ、ある程度こうイメージして獲得したりするじゃないですか、うん、でもあの2人大黒とか抜けたときってもう壊滅的ですよね。もう2005年に優勝して、はい、もう2人バーンっていなくなっちゃって、はい、まず外国籍の速攻性のある、うん、あの、はい、戦力をという中の先手もあるし、はい、外人並べてもなって思うところも、ですね、そこに頼るのもなって思うじゃん。で、チームカラーがガラッて変わっちゃうのも嫌だなっていうのを、下からじゃあ、で、うさぎ上げるとか。上げてとか。はあ。でも結果的に結局監督って結果残すから、やっぱり外国人選手2人置けば、ある程度点取れるじゃないですか。でもそれじゃやっぱり違うんですね。クラブマネジメントだから。もうちょっと育成も考えたりとかいろいろやっぱやんなきゃいけない。やっぱトップで育成までなかなか、うん、でもガンバの場合育成がすごく充実して、はい、いい選手をこう上げてくるんで、
まあ、これが本当の姿だなと思うね、うんうんうん、やっぱクラブから、うんうん、あの引き上げて、はい、でもやっぱりそれでじゃあ J ではなかなかまだ追いつかないから外国籍に頼るところもある、うんうんうん、でもゆくゆくは頼らないでチーム作りたいなっていうような理想がある、うんうんうん、でも育成を考えてると強化だけを考えてると、うんうんうん、もう選手はなかなか育たなかったり、育ったと思ったらすぐいなくなっちゃう、まあ、いなくなっちゃう、はあ、まあ、でもそういう繰り返しが活発になって、うん、でもやっぱりガンバのこのスタイルっていうものは継続してやらないと絶対出来上がらないなと、うん、で攻撃的なクラブチームだけじゃ面白くない、超がつかないと面白くないなっていう中のディフェンスもやっぱり攻撃にとか、うん、でそれを継続して、まあ、やれたのが、うん、まあ、あの時代というか、まあ、遠藤とか二川とかっていう中盤の構成力が高かったっていうのもあるんで、はい、まあ、できたかもしれないですね。うん、いやでもすごいよね、よくよく考えたらさ、やっぱり抜けた選手を補うって、僕も今あの北海道の社会人リーグのチームをちょっとマネジメントしてるんですけど、毎年抜かれるわけですよ、やっぱりいい選手は。やっぱり JFL とか、ね、J3 とか J2 に抜かれてっちゃって、で主軸だったのを完全抜かれちゃうから、うん、じゃあこれどうするのって、また1年1年全部チームが変わっちゃうから、これって相当難しいことじゃないですか。育成クラブとしての位置づけだよね、はあ、そうなると、はあはあ、そうですね、選手育てて、そうですね、で、はあ、まあ、そこに、まあ、移籍金だとかあればまたクラブが潤って、また新しい選手とか、はあ、まあ、そういうのを繰り返し何年か繰り返してクラブを大きくして、はあ、まあ、選手定着させて、はあ、っていうことになって、まあ道のりは多分長いと思う。そうそう、長いですよね。で監督が今度そこを請け負ってくれる監督がなかなかいないっていうね、ことで、このチャンネルでちょっと西野さんにオファーしようかなと思ってね。ジョーがやればいいんだよ。俺ってまだできないですね。僕は監督やりたいんですよ、どっかで。やりたいんですよ、チャレンジはしたいんですよ。だけど、僕クラブマネージメントに興味があって、クラブのやっぱりマネージメントとか、やっぱりやり方をしっかり分かっていれば、まあ監督って、やっぱりこう、まあもちろんタイミングもあるし、実績も必要ですけども、それも総合的に分かってたらやりやすいじゃないですか、すごく。岡田みたいなタイプって。あ、そういうタイプですかね。俺昔言われたんですよ、川淵さんに。うん、S 級を取った時に、うん、で、川淵さんのとこ行ったら、お前何、S 級取ったのかって言われて、あ、そうです。監督目指してんのかって言われて、うん、はいって言ったら、バカかと。お前は、監督じゃなくてクラブマネージメントまず勉強しろと。あ、そう。それ勉強してから監督やれって言われて、すっげえ怒られたんですよ。はい。昔すっごい怒られて。逆だと思うけどね、俺、川淵さんは。ああ、そうですか。昔はそうだよね。ああ。だって、自分に対しては、もう、真っ先に、協会手伝いやれって言って。そうなんですね。苦労したことっていうのは、やっぱりその、活躍した選手がバッと抜けて、また一から作り直すって、やっぱこういうところが一番、こう、Jリーグの監督やってるっていうのが苦労です。もっと苦労はありますよ、ね。苦労は。そう、いろいろあるけども。勝たさなきゃいけないっていう、うん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 、なんか強化に対して特化しちゃって、まあ、勝てばいいだろうとかっていうことの中の、チーム30人いたらそういうメンバー使う。でも、育成もあるじゃないですか。うん、そうだよね。選手を育てる、そこに強化の方に、トップの方にこう、入ってこさせる。両方とも並行して、クラブって、やる必要があると思うんだけど、うん、どうしても3試合負けるともうこの選手他の15人以下はもう見れなくなっちゃう。だん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 こういうシフトしてきて、特化して編成で新しい選手使えないとか、うん、チャレンジできないとかってなって、やっぱりどうしてもやっぱりいや別にガタガタすんなよ、もうそのうち勝てるようになるからなんていう猶予はクラブじゃ、まあ夏になったら良くなるからさとかって言ったって、そんなの言うよなんか春にね連敗してたらもう監督交代みたいな感じになっちゃって、志がどこにあったのかって分かんないから、それは厳しいよね、本当に J プロリーグの監督さんは厳しいなと思うんだけど、そこをやっぱり両方ともコミュニケーション取りながら、いや今出れないけど5月になったら出れるように
やってけみたいな感じで育てることもやっぱり並行して やりたいタイプだから、うん、でそれが、まあ、財産だからね、自分が預かった、まあ、選手ってもう他いないわけだから、うん、代表みたくもう好きなわけいかないから、ね、もうその年度のねある程度戦力決まってるから、まあ、自分の財産をどれだけ作って膨らませて強化にこうつなげていくかとかっていうことの、まあ、面白さもあるんだけど、うん、両極端だよね、まあ、監督もね結局さもう本当にこうレギュラーメンバーだけしか見ない監督もいるしね、見る外国籍なんかもうあからさまですもんね、もうあからさまに、もうあとは関係ねえよって、うん、お前らそっちで何かやっとけみたいなさ、そういう人いますもんね、全然、うん、コーチもこっち引っ張って、そうですよね、一人ぐらいがバックアップの選手見てるとかあるからね、うんうんうん、で日曜日の2軍の試合は見に行かないか、外国籍なんだよね。西野さんは結構やっぱり時間使って見に行ったりとか、それはもちろんもう当然だよね、うん、でも選手もさモチベーション上がんないのよ、そういう監督だと、見に来ない監督だと、ね、結局見てくんねえじゃんみたいな、でコーチは一生懸命言うわけ、いやこれ結果残したらいけるぞ、上いけるぞって言うんだけど絶対いけないから、見てないからね、そうですよね、でも見ることって多分すごい大事ですよね、そういう何も別に言わなくていいんだけど、フラッと見に行っただけでやっぱり選手ってね、やっぱりあ見に来てくれた、なんかもっとアピールできるかなとかさ、これがやっぱりその、うん、チームマネジメントなんだって俺はすごく思うんだよね、でもそっちの監督の方が俺はゆくゆく多分すごい監督になりそうな感じはあるし、まあ、理想だよね、西野監督はね、うん、あまあ一番最初に話してたごめんね、はい、なんかそういえばなんかベストイレブンみたいなことはやらないけども、もう全然違うよくあるじゃないですか、そうだね、そうだね、それって面白くなってるんですよね、そうだね、まあでも聞きたいんでしょ、古くはどうしても、そうですね、だからさもうさ絞ろうよ、まあゴールキーパーは今まで印象残ってるね、 J で印象残ってるこの30年の中でみたいなのいます、30年ね、本当いろんなのいますもんね、考え深いよ本当に、だからだからこれすごい難しいお題なんだよね、まあでも西野さんの中でパッと思い浮かぶキーパーって誰かいます、うん、いろんな人多分見てると思うけど、奈良とかね、あ佐々木とか、はい、吉勝とか、うん、外国籍ね、シジマ、シジマとかさ、印象インパクトにどれぐらいやったかはどうだったかな、うん、まあ奈良は一番やってる、うんうんね、キーパーだけど、うん、じゃあ長いからじゃあっていうところも、うん、見方によってはあるだろうし、まあ好きなタイプどんなボールキーパーなんですか、西野さんが使いたいなと思うキーパーって、吉勝のあのデビュー頃は、うん、とても使えないよねって思ったよ、使えないもうミス点取られるともうポストカン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 、ね、こうそうなんなくていい、落ち着けよみたいな感じで、いやもう俊敏だし、はい、体脂肪 7% もいいことですよね絞って徹底的にやるタイプだからね彼は、うん、まあ上が80だから、うん、なかなかクロスに出れないだけど自分は出る、でもそれで判断ミスしてこうやってやったりね、いろいろありますもんね、すごく動けるがゆえにとか、はいはい、気持ちが熱いがゆえにリスクが多かった、うん、でもやっぱりあのそれはプロになってからね、はい、やっぱりオリンピックの時代なんか、うん、まあ代表だからかもしれないけど、うん、まあ神がかる、そうですね、代表でもさすごいペナルティー何本も止めちゃうとかさ、あの、うん、あるんだよね、まあ、だけどあの精神あのメンタル的にはクエスチョンつけてたけど、うん、やっぱりトータル的にはねそういうものもいつもだんだん咀嚼してきて、うん、あの安定してきてとかなってくんだけどね、一時期はだってね代表のそういうねあれについてやって、あいつで教えられるのかなと思うんだけどね、でもすごいキーパーだねいうことで、ジョーさん厳しいからね、いやいや厳しい同級生だから、あいつも本当中学校の1年生ぐらいから知ってるんでずっとね、でも本当にすごい反応だよ、反応の速さとかピカイチですよね、ピカイチだよね本当、乗ったら止められない、うん、もう本当にシュートコース開かないっていう感じのポジショニング取るし、狭く感じちゃうのゴールがね、そうだからこれギャップがすごかった、ダメな時は全然ダメ。オッケーっつってプラッと落としてね、失点したり、そう、そういうのがあったんだけどね。ディフェンスはどうですか、ディフェンス。松田直樹も、うん、ね、もっと見たかったなと思うし、うん、
まあ、中澤とかトゥーリオとか、はい、鉄板とかセンターバックがいたりとか、ね、まあ近年はね、うん、長友とかね、はい、サイドはね、うん、そうですね、酒井もそうだけど、ヒロキか、うん、ヒロキですね。なんかやっぱりちょっとディフェンスがやっぱりその体がやっぱりちょっと違ったもんね、彼らって。やっぱりすごいいい体格を持ちながらも俊敏に動けるし、ちょっとなんか昔のディフェンダーとちょっと違う感じがしますよね、多分ね、うん、だからいろんな人聞くとやっぱりその辺の名前がやっぱりみんな出てくるもんね。まあそうですね、うん、あと何聞きたいの？中盤？はい、中盤。中盤はこれ難しいですよ、いろんなタイプいるからね。もう30年の MVP、うん、遠藤康人になったけど、はい、これは疑いもないんじゃないかなって自分は思う。10年間やってるからね、一緒にやってるからかもしれないんだけど。あいつの良さって何ですかあれ。まあ走らないことっていうのは自分で言うので、でも走ってるんだよ一番。走ってるんですね。はあ。そう、走行距離は毎試合トップだからね。はあ、へえ。だからどこもう動いてる、はあ、動いてるっていう感じで、うん、走ってるっていうよりも。でもでスプリントは3本とか、うん、少ないですね。だけど必ずいるよね。必ず間に顔を出したり、やっぱポジショニングの取り方とって予測力とか、はい、サッカーセンスとか、はい、こう高いよね。高いですか。あらかじめ自分が足がなきゃ、はい、もう早めにポジション取って動いたりとか、うんうんうん、よいどんの勝負はあいつはできないじゃん。ね、でも自分のこと分かってんでしょうね。ちゃんと理解してるから、うん、速さでは負けるからじゃあ先にとかね。で技術はもうとてもじゃないけど卓越してるよね。あ、とんでもないですかやっぱり。とても、はあ、持ってないよね他の選手は。へえ。やっぱコントロール技術なんですかね、ボールの置きどころっていうか。俺すげえよく見てんだけど、あいつこういくら囲まれてもやっぱボールのこう置きどころがすごいいいから誰も取られないところに置くし、練習中からもやっぱそうですか。練習中になるともうテレンコテレンコだよね。あ、そうですか。まあ、テレンコテレンコなんだけど、ミスしないんだよね。あ、ミスはしないんだ。ミスしないよね。はあ。だボールと自分の感覚、うん、ボールと自分と敵の感覚、うん、ボールと自分と敵とゴールの感覚っていうのが、あと味方との感覚、うん、距離、はい、あの位置関係とかっていうのがもう、はい、コンピューターでやってるような感じだよね。いや、すっごいあいつには寄せるんだけど、寄せるときはもうパンパンって簡単にね、もうやってススって動いて余裕のあるところでボール受けてシュートなりパスなりが、ね、その何とも言えないあのサッカーセンスっていうか技術というか個人戦術というか、その感覚のあれがフィールドの中で自分が常に、時にあいつ全然ボールが入らないとか、はい、ここにいるんだよね勝手に、はい、サイドに、はいはいはい、こういうところに、はい、いややっとそうポジション違うだろう、うんうん、いやあの他のやつとポジションチェンジしてるんで、はい、あまあ確かにお前のところに違うやつが入って、うんうんうん、自分勝手にここに、うん、でボールをどん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 こうやって外だから、はい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 、ボール入るように自分でポジションもらってでリズム作れるとスーッて流れ、はい、入っていくんだ。あであるところにもう後ろに降りちゃうとか、はあはあ、で攻めれる時はもう前の、うんうんうん、その辺はもうある程度彼の自由にというか自由にというかスムーズにいってるから、はあ、もうあの言えないのよ。そういうことなんですね。へえ。だからそれがあのねハイリスクだったり、うんはいはいはい、それによってお前、うんうん、全然もうバランス崩しそういうことはないんだよ。ないですね。すごいですね。ちゃんとあいつに言ってやってますから、僕もやってますからとかっていう感じので、戦況に応じて押されたらそういうポジションにいるし、うん、もう攻めれたらもうすごいシュート力があるじゃん、うん、あいつ。あ、そうですね。あんなテカテカこうしてるんだけどね。うん、まあそういうなんか感覚っていうか、まあ技術がもうまあベースなんだけど、ね、うんまあ、動かなくてもいい、ミスしない。うんミスして余計な動きはしないしない。やっぱり天性のもんなんでしょうね、あれはね。教わるって言っても、何かトレーニングするってもなかなか難しいですよね、ああいうのってね。まあでも、中野俊輔とか、はい、健吾とか、はい、あの小笠原とか、はい、同じような感覚持ってる選手は、当然いたけど、うんうんうん、
まあ、身近にあの遠藤見て、まあそれで見てるわけですからね。とことんすごいだろうね、やっぱりね。番組かなんかで見たんですけど、ハーフタイム監督がこうちゃんとこうハーフタイム指示してシャワーを見て一人だけあいつだってすごいですよね。あいつそうだよね。新しいユニフォームと靴じゃないとダメなんですね。だから真っ裸になってシャワー行って、あのタオルパーンと巻いて、やっともうミーティング始まってんだけどって言って、ああ、そうっすか、みたいな。扱いにくいじゃないですか、それ。聞いてます、みたいな。ちょっと俺たちと似てるんじゃないの、あのアトランタの。冷水一人で浴びて、5分、10分して、やおら、やおらこうやって、聞いてます、聞いてます。向かうのはそれルーティーンなんですね、多分。毎試合そうなんです。いや、毎試合で暑い、暑い時だけ。時は、もう冷水まず、浴びに行くらしい。いや、一緒じゃないかって言ったけど、果実の後輩ですからね。いやいや、そう。やっぱ果実ってやっぱりちょっとそういうのあるのかもしれないよね。受け継がれてるよね。いや、本当ですね。でも僕の先輩は前園さんですからね。いやー、でも面白いね。はい。まあ、本当に近くで見てる。からこそね、わかる話ってすごい。いや聞いてるしとかって、聞いてますとかって、うん、でここにベンチ座ったら、うん、まあ周り、うん、そうちょっとやってみたいな感じで。そうなんだ。いつも面白いね。じゃあ最後フォワード。はい、フォワード。じゃあ最後一名お願いします。西野さんもだってフォワードだったじゃないですか。ね、俺ドップスターっていう感覚なんだけどね。あ、そうなんですか。まあまあ。うん、ストライカーっていうなんかすごい俺イメージが。ストライカー無点も取れたんだけど。はい、構成も結構やれる方。ああ、そうですね。好きだった子は。あ、好きだった。散らしたりして。うん、そう。俺、なんか西田さんの映像見たときに、これぞストライカーだって思って。いや、俺の前に必ず、あの、はい、いたから、縦が。あ、そうなんですね。シャドウ的にこう、動けた。西田さんの走り方、超かっこいい。俺、映像見てってね。足速かったですもんね。速くないよ、俺。いや、速かった、すごい。右も左も打てるしね。そうね。そう。両方打てて。ヘディングも強かった。いや、そうですよね。体もやっぱりすごいさ、身長変わんなかったですか？いや、でも、まあ、だいぶ縮んだけどさ。まあ、大きかった。で、大きかったですね。いや、奥寺さんとかね、あの当時、ケルンに。ああ、そう、金田さんとね、3人。二宮さんですか？当時の日本代表監督。二宮さん。二宮さん。二宮さん。はい。二宮さんも、西野さんと金田さんと奥寺さん。そうだね。でも西野さん知らなかったんですよね、別にそういうなんか練習参加っていう感じで聞いてたんですか。当時 の初めて画期的な代表キャンプが、うん、全員でデュッセルドルフに入って、うん、そこからみんなあの各チームに3人4人ずつ2週間分かれて強化してきて、でまた集まって強化試合をやるっていう画期的なやり方を二宮さんがやられて、俺と金田と奥寺さんと石井さんがケルンに入って、うん、でトレーニングして、はあ、そうだったんですね。で奥寺さんはそこのままバイスバイラー監督に強化剤と残れって言われて、うん、でそのまま移籍したっていう。でもよっぽど俺と金ちゃん金田の方が、はい、よかったんですよね。全然うまかったんだよ。いや、そうってね、俺もね、いろんなので読んだらで、西野さんが圧倒的にやっぱ良かったっていう。そうね。そうなんだよ、うん、あの全然奥さんより俺の方がいいなと思ってるんだけど、うん、でも当時のドイツの奥さんはあのフォワードからサイドに抜擢されて、はいはいはい、もうガンガンアップダウンできちゃうタイプだったから、うんうん、もうドイツにぴったりだった、うん、あ、そうなんですね。あ、選手席にもあったんだ。で、キック俺とか金太みたいな小手先でなんかうまいって言うまいは全然いらなかった。いや、いやでもダメだって。でもそれで西野さんもし選ばれてたら、あ、でも行かなかった。行かなかったですか。行かなかった。就職でそういう話が、うんうん、高校を卒業してドイツ行けます、うん、大学卒業しても3年海外行けますって言われても、うん、それはノーだった。あ、嫌だったんですか、海外行くの。海外は全然イメージ分からなかった。ね、まあ、いいチャンスはいっぱいあった。あったんですね、うん。それでもやっぱり自分がもう行かないと、うんうん。なんかそうだ。意外だね、なんかね。ね。でもあの当時では難しいのかな、環境的にも。でもそしたらよく奥寺さん行きましたよね。でも奥ちゃんも一回帰ってきて、はい、いろいろちょっと悩んで、はい、それから行ったんじゃないかな。あ、さあ、じゃあドイツブンデスなんて。急に難しいですか。イメージは取れなかったと思う。うん、
いやでもそういうのもそれもね尾崎とか、はいはいはい、風間とか風間もいたし、ね、うん、いや西野さん見てみたかったね。そうですね、ね、分ですね、得点王になったかもしれないですよ。ストライク、お前みたいにストライカーじゃないですか。そうか、二流通なんだ。そうだ。どうしてもそこことありますね。そこね。いや、でもちょっと話脱線しましたけども、はい、フォワード、最後。ね。フォワードの日本人。でも外国籍になりますね。やっぱり、イメージは。J リーグを支えてきたっていうか。でも、93年の発足の当時は、本当これはあれだけど、ジョー・ショウジは、すごいなと思いましたよ。日本人のこの若手のストライカーユースから見てるから、その嗅覚とか右左頭でいけるから。でも俺褒められたことないよ一回も西野さんに。いや褒めたと思うよ。いやいや褒められたことない。俺西野さんにいつもお前そうもっとこうしね、もっとあれしろと思って点取らなきゃなみたいなことをずっと言われてた記憶ある、うん、俺っていうか他にいなかったからね、ストライカーこの世代のなんか言い出てるのがいた優作。ああ優作くんまたタイプが違いますもんね。またタイプ違うでしょ。そうフォワードって難しいですよね。タイプがいろいろあるから ね、まあ、ねオグとかもやっぱりすごかったし、だけどタイプがまたいろいろ違うし、俺はポストが好きだったし、うん、高木さんもポストは得意だったしとかね、いろいろありますもん ね。まあでも印象残って嬉しいですね。まあシャドウストライカーでね、はいはい、いた、まあ、ゾノもそうだけどさ、うん、まあそうそうね。でも本格派ストライカーってのは本当庄司は傑出してたよね、ユース時代から。これはお世辞でも何でもなくって、でもっと長い間J でやらなきゃいけなかった。うん、まあ、すぐクビになりましたからね。体のメンテナンス。まあそうだね。いろいろありますけどもね。だから買い物行ってちゃいけないと思う。いや本当です本当です。でもバレてなかったっていうのは俺思ったら。西野さんはだから言わないと思ってたの俺、バレてるけど。そうですね。だから山本雅邦さん呼んだらもっといろいろ分かることがある。まあもうあいつはもうこう広げますよきっと。多分ねメモってるかもしれないね。手帳に全部書いてある。そうですよね、あるかもしれない。雅邦さん、雅邦さんが一番知ってる。あいつはね、だからもう言いたくても、まあ、ここに来ても言えないかもしれない。まあ、そうですね。まあ、今の立場だとさ、あ、そうですね、そう今の立場をちょっと出た段階で来てもらいましょう。そうね。その時はこのセットで来ていただいたらもう最高だろうね。いやいや、うね、なかなかないんじゃないですか、セットでこうお話ししたりとか世間に。ああそうだね。二人で行くことはないね。ないし。プライベートとかでお会いします？もうあるよ。ああるんです。仲いいんですか？もういいよ。あそうなんだ。俺結構仲悪いのかなと思ってた。何言ってんだよ。そうなんですか？しょっちゅうもあるし。そうですか。あるある。あじゃあ正国さんがちょっとそっちにねちょっと一回知り取れた時には。ぜひね、ちょっと座談会みたいなので。別に静岡なくたって別にいい。いいですか。まあ、ぜひちょっと一度、セットで来ていただきたいです ね。監督とまたね、コーチの時の話がちょっと違ったかもしれない。だから選手の圧をこう受けるよ。今度、スタッフの、からの、黙らすぐらいな圧力をかけたいぐらいだよ。そうですね。すいません。本当にね。いや、でも楽しい話をね、聞けました。本当にもう忙しいところ。ありがとうございました。本当に。どうもありがとうございました。はい。皆さん。ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また。チャンネル登録、よろしくお願いします。